最初に質問やねんけど身の回りにある電気が使われているものは何がイメージ湧くかないろんなものに電気が使われてんねんけど例えば勉強するときにつけるスタンドとか暗くなったときにつけるライトなんかがあるよなこのライトはどういうふうに電気をつけるかって言ったらやっぱりプラグとかコンセントが必要になる他にもたくさんのものに電気が使われていて例えばノートパソコンだったり スマートフォンなんかがあるし最近ではこういった電気自動車っていうのも出てきてるよねじゃ次に電気っていうのはこの中のどこを通っているか分かるかなヒントはこれになんねんけど実はこの管の中を電気が通ってんねなこの管は何が入っているかって言ったら金属の線が入っていて銅線っていうふうに言いますこの銅線は金属で出てきてんねんけど ここの中を電気が流れてんな。じゃあ次に考えてほしいのはこのスタンドとかライトと銅線そして電池っていうのをどのようにつなげばこのライトに電気を流すことができるんやろこれは実は小学校の時も習っていてまず最初これさっきやってんけど電流を流すために使われる金属の線のことを導線っていうふうに言います。 導線と電池そして電球これがどこでも切れることなく一つの線でつながっているこういう風な回路をつなげることによって電池から流れた電流によって電球がつくっていう風になってます。電気が流れる道筋のことを覚えているかなこれを回路っていう風に言って回路を流れる電気のことを電流っていう風に言います。 で電流の向きっていうのはこれは決まってて電池のどっちからプラスなんかマイナスどっちから出てどっちに入るか覚えてるかなこれは電池のプラス極から出て電池のマイナス極に入っていくねな。ここに電池があるわけやけどプラス極から電流がこのように出ていきます。 電球をこのように通過し最終的にマイナス極の方に入っていくっていう風になっています。でべてこういううな導線でつながれてるわけな。次にこの電球2つ使った時の電球のつなぎ方について見ていきましょう。電球を2つ使った時のつなぎ方は2種類あります。こっちらとこっちな。まず1つ目このように電球が1つ 一直線上に並ぶ電球のつなぎ方のことを直列つなぎそして一直線上につながった電球を含むこの全体の回路のことを直列回路っていうふうに言います一方で電球が一直線じゃなくてここで分かれ道になってんねんけどこういうふうな分かれ道の電球のつなぎ方のことを並列つなぎそして並列つなぎを含む列 回路全体のことを並列回路っていうふうに言います見分け方は簡単ですこのように電気っていうのは電池のプラス極から出ていくねんけど直列回路っていうのはこういうふうなすべて一本道でできてねな一本道一方で並列つなぎっていうのは 電池のプラス極から電流が流れていくねんけどここでやここで上と下に分かれねえなだから並列回路では必ず分かれ道になっています。